今回は残り 97% の脳の使い方という本をご紹介します。この書籍は著名な認知科学者である苫淵英俊によって執筆され、人生をより意識的に操るための脳の活用方法に焦点を当てています。自分の人生を自在に導くためには、他者を影響させる技術と目標達成のスキルが重要であると著者は説明しています。著者が提唱する他者を影響させる技術は、一般的に洗脳と呼ばれる手法に属します。この中で、実際のビジネス状況でも有用な応用例として、カタレプシーという手法が紹介されています。この手法は相手の持つ価値基準を意図的に中断し、新たなメッセージを伝えることで相手の内部表現を変化させる方法です。こうした概念を通じて、著者は自らの脳や心を制御し、目標を達成するための技術も解説しています。自己啓発書で一般的な引き寄せの法則も、本書では脳科学と認知心理学の視点から考察されています。タイトルに冠されたように、残り 97% の脳の使い方に焦点を当て、脳を最大限に活用する方法について提示しています。我々は膨大な情報を処理できるはずなのに、実際にはその一部しか使っていないという事実に着目し、その潜在能力を引き出すことで、大きな夢を実現する力を得ることができるというメッセージが強く伝えられています。他人を思い通りに動かすことが中心になっていますが、本書には他にも多くの読みどころがあります。自己の人生を自分の意思でコントロールするための方法として、メンタルトレーニングにおけるエフィカシーの向上や創造的無意識といった潜在的な能力の発揮メカニズムについても、ぜひ参照してみてください。私自身がこの本を読んだ感想として、著者が提供する概念や技術は非常に興味深く、自分の人生においてより意識的かつ効果的なアプローチを取る手助けとなりました。特に内部表現の変容を通じた他者への影響力の向上に関する理論は、実践的でありながら深い洞察を得ることができました。本書は脳の潜在能力を引き出すための宝庫であり、自分の目標に向かって進む上での手がかりとなりました。